伊達春宗は、道の区国の戦国大名。下には、十四位下、左京大部。伊達市十五代当主。永正十六年、十四代当主。伊達種宗の長男として誕生。天文二年、室町幕府十二代将軍、足利義春の返帰を受けて、春宗と名乗った。天文十一年六月、父、種宗がさらに勢力を拡大するため、越後国主を 上杉貞だの養子に弟、時宗丸を出そうとしたことと、義兄、相馬剣種に、伊達寮を活上しようとしたことに反対し、重臣の中の宗時、桑織陰ながらと共謀して、父を西山城に遊兵し、地元の養子縁組を阻止した。ところが、父、種宗は、小針川秀朝によって、西山城から救出され、さらに種宗が、 欧州諸公を急合して春宗と争う構えを見せたため、天文の乱が勃発した。この内乱ははじめ、種宗法が優勢で、春宗方は敗戦続きであったが、天文16年に、それまで種宗を支持していた、足名ナ森氏が、田村氏や二階堂氏との対立により春宗方に寝返ったことから形成が逆転し、天文17年3月に13代将軍、 足利義富士の停戦命令を受けて、同年9月には、春宗法優位のうちには僕が成立。春宗が家督を相続して15代当主となり、種宗は丸森城に隠居した。しかし、実際にはその後も、不死の不和は収まらなかったとされる。当主となった春宗は、米沢城に本拠を移すと、天文の乱により動揺した伊達鹿診断の統制に着手する。 天文22年1月17日には、春宗公最地下史録を作成し、天文の乱の最中に両陣営によって乱発された、安堵状を整理して、新たに家臣団の所領と価格の確定を行い、同年には、和睦を不服として、交戦を続けていた、欠けた春秋、吉宗伏を滅ぼした。しかし、中野宗時をはじめとする天文の乱で、 春宗法の主力を担った家臣には、守護不入権などの様々な特権を付与せざるを得ず、春宗政権は、宗時らを中心に運営されていくこととなる。しかし、春宗は六南豪女と子供に恵まれたが、岩木氏、二階堂氏との縁組を除いては、伊達実元や昭屋長和州など一族、重心に娘を嫁がせている。天文24年、幕府から、 欧州担大職に部任された。父、種宗が道の区守護に部任された際は、大崎市の欧州担大職を否定していないが、春宗の部任は、伊達市の価格上昇を示すとともに、従来の幕府地方統治方針を変更するものだった。ただし、天文24年の春宗の左京大部部任と守護大である。 クワオリ・カゲ・ナガエの毛戦安服と白笠袋の使用認可によって事実上の欧州短大には認じられてはいたものの、正式な欧州短大職の創設と春宗の任命は A62 年の春であったとする説もある。これは、伊達氏の短大就任については、幕府も了承はしていたものの、幕府が短大格という既成事実を作った上で、実際に短大職に任命するという、 慎重な手続きを採用したことからであるとされている。A66 年の幕府により認可された全国、大名五54名の中で、欧州では、足名森氏と春宗だけが大名として認められるという栄誉を受けている。A68 年、次男、輝き衆に家督を譲って、忍ぶ軍杉の目城に隠居した。ただし、この時点では依然として春宗と、 中野宗時らが家中を統制していた。同年、足の森氏が二階堂を森吉と対立し、岩瀬軍に侵攻すると、二階堂支給援のために、ヒバルを攻撃したが撃退され、A69 年に森吉が降伏すると、森氏の着難、森幸に四女、彦姫を嫁がせる条件で、だて、足中間でも和平が成立した。しかし、隠居の春宗は、この縁組に反対して、 輝き衆と対立。輝き衆は彦姫を自分の幼女として縁組を結んだ上で万が一、春宗と輝き衆が争った場合には、森氏が輝き衆を援助する密約まで交わしたという。A68 年6月19日、イグ軍丸森城に隠居していた父、種宗が死去すると、相馬森継が丸森城を接収し、さらにイグ軍各所を市中に収めていく。 このため天文の乱以来の伊て、相馬館での構想が再燃し、以後およそ20年間わたって、丸森城をめぐる工房が展開されることとなる。隠居したとはいえ一向に実験を手放さない春宗に、対して当主となった輝き州は、不満を隠さず、両者の間にはしばしば居酒屋が生じていたが、A63 年4月、輝き州により、 中野宗時、牧野久志中保氏が、謀反の疑いありとして追放されると、実験は完全に、輝き衆の手に移り、春宗は、杉の目城に換挙する。以後は、不死の関係も改善され、晩年には、杉の目城に一門や、家来衆を招いて、たびたび宴会を催し、その席では、孫の梵天丸が和歌を披露したという。天正5年12月5日、 次の名城で死去。去年59。死女は六男五女。ありがとうございます。